はい、なさん、こんにちは、こんばんは。国民チャンネルのショーが、今日はイギリスについての話をさせていただきます。よろしくお願いします。さあ、えっ、ー、とですね、請求書パニックという題名で、えー、お届けしますが、ですよ、イギリスで大変です、今。あの、ま、あ新しいね、首相になってですよ、リーズさんね。ま、あ全然ですね、こう言っていたことと、まあ、やろうとしていることを、まあ、伴って、 いいいいななとととううことで、まあ、不満続出という形になってますねあのどういうことかっていうと、まあ、保険料をあのまあ下げるとかね、あの所得税下げるとか、うんあのガス代、電気代をもうどうにかあの抑えていくとか、これ、何一つですね議会で通らないんですよ、これが。リ、ま、ズ、あ、さんはそうしたいと言って、それを実行しようと思って、議会に提出してるんですけれども。 もう跳ねられ続けているんですよ。もう全然もう、え、そんなお話になるんだそ無理だよ。なぜそうなっているのかというとですね、イギリスにお金がないんですよ。なくなってしまってるんですね。で、最終的にじゃ何やろうかとしているかというと、利上げです。もう大幅な、もう今までもう見たこともないような利上げをしてですね、 世界中からその金利によってかき集めて、そしてポンドを増やして、お金を増やして、そのお金で電気代、ガス代、もういろんなものを所得税安くしたりとかっていうのを狙っているんですよ。もう一か八かのギャンブル政治になってます。だから、それを、まあ、もう分かってるわけですよね。他の議員たちは。いや、もう、それは勘弁してくださいと。 そんなギャンブルみたいな利上げしてね、利上げしたらマイホームのローンを払ってる人とか、もうマイホームを手放す羽目になってしまう。もうそういうね、事態を引き起こしかねないということで、大反対を食らってます。そしてストライキ、ストライキ、ストライキの嵐。もう請求書が怖くてですね、もう鉄道関係、トラック協会、教師、まあ先生たちですね。 あと、看護師、消防士までですよ。ストライキですね。もう消防士ストライキっていうのはどうなんですかね。火が消せない、消さないっていうことでしょ火事になったらそのまんまということで、一応警察官がストライキしてはいけないことになってるんですね。警察官ストライキはあり得ないと。まあ、軍人もそうです。ストライキはしてはいけないんですよね。消防士はそれがないんですよで。消防士ストライキ今やってます。 そして墓掘り。墓を掘る。向こうは、あのー、焼かないですから、そのまんま、まあ埋葬するんですけど、墓掘りがストライキしちゃって、墓が掘れないんですよ。まあ、よくわかんないですけど <laughs>、まあ、誰かが自分たち、まああの、親族の人が掘ってるとか、そんな状況になってるらしいんですけど、いやもう、これ、ストライキして、まあ、賃金上げてるところも徐々に出てきてます。 出てきてるんですけど、その分、上乗せして、例えばの看護師がストライキ、大きい病院でストライキやった場合に、じゃ賃金上げますよということになってですね、その病院に行くとびっくりするような、まあ、診察の治療の請求書が来るんですよ。そこでまた請求書パニック。だからもう、あらゆるところの値段がどんどん上がってしまっていて、もう請求書、請求書、請求書はやってきて、電気、ガス、 今みたいな治療費とかですね、あとは運送費、もうあっちこっちから請求書だらけになってしまって、もうね、みんな請求書パニックなんですよ。もうだからその請求書がもう値上がりしてるんでね、もう全然払えない。もう給お給料より、1か月の給料よりも請求書の額の方がどんどん上回っていってるんですよ。いやもう大変な事態になってきています、イギリス。 ちょっと未来ね、ないですね。このまんまだと全くもうどうにもニッチもサッチもどうにもならない状態。まあ、ここでイギリスのね、政治が新たなる何かアイディアを出さない限り、このまんまイギリス埋没の危機ということになります。で、電気代とかね、ガス代とか、あの、今天然ガスね、下がってるじゃないかっていうね、なんかそういう質問がありました。 天然ガスのね、原価自体は下がっているんですけど、輸送コストが10倍になっていて、やっぱりその天然ガスが到着して、それをタービンで、まあ、タービン、あの燃やしてタービンを動かして電気にして、じゃあ電気代下がるかっていうと、天然ガスの価格は下がっているけれども、輸送コストとか、あのそれがもろもろ上がってしまっているので、下げることができないんですね、世界中。 だ電気代は間違いなく今後ガンガン上がっていきます。す輸送コスト。あ、日本もそうですよ。あの、LNG タンカーの輸送コスト10倍になってますから。8倍から10倍今。いや、もう本当と,とんでもない輸送コストなんですよ。だからこれから、ま、電気、日本も発表ありましたけど、もうね、気絶するほどの金額になっていくと思いますよ。 そこで岸田さんね、いや、もう今まで見たことがない対応をね、あの、ちゃんと対策をしますっていうふうに言い始めました。なぜかというと、今まで見たことがないほどの電気料金になるからなんですよ。いや、これどっちが先だかわかんないですよ。見たことない対策が早くね、始めてくれればいいけど、見たことがない請求書が早く来ちゃったらもう、日本だってちょっとパニックになりますよね。 すでにイギリス請求書パニックが始まりましたというお話でした。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。